LGBT。下にいる。はい、下にありました。今だったらよかったな。でも、まあ、しょうがないな。これもうちょっと遅めに行った方がいいのかな。アップリングしてたらね、YouTube の方が今できなくて、やっとアップリング終わったんですよ。半日かかって、12時間ぐらいかかっちゃってですね。たった、あの1本のアップリングで。光ケーブルでもこれ、ひどいなぁ、あのなぁ。IP6 じゃないからね。IP4 なんですよ。本当にやんなっちゃう。高いしね、月の契約は1万近くですよ。集合住宅用の光ケーブルじゃないから一個住宅用でしょ。だから、3倍くらい高い。2倍、3倍高いんですよね。安いところ2000円くらいで済むんだよね。今のは。新しいのは。光ケーブル。集合だと。その、これ高いで一個建ての割りにして、光ケーブルは IP4 でしょ。基本式じゃないから、分割いろいろチェンジできないから固定でしょう。 IP は、ね、IP6 は複数接続ができるんでね、空いてる回線に。本当にね、できればできるんだけど、また高く取られるんですよね。1万近くかかってるんだけど、また取られるんじゃん。どうしようもない。シャワー入らないといけないんだけど、今もう2日入ってなくて、時間がなくて、汚いって言ったらあるし、2日入ってないですよ。はい、これがね、ライブ投資ですので、自動売買の設定を外してます。通過国自動選択は、オンにしてます。これは通貨の自動ですね。で、これは15分足、これもバイナリーオプション用の設定、録画スイッチオンですね。シグナル音声で知らせがあったら、録画開始します。一応、ライブ投資って不正投資がないかということで、証拠に残すために、記録に残しています。これが一番のことですね。あとでなんかこれ、自動売買をやってたとかね、クレームが嘘で入んないようにちゃんとライブ投資は録画を撮ってます。一番はそうですね。公開はたまにちょっとね、もうするかもしれないし、バックアップに撮っとくだけね、がバックアップに撮っとくのが一番の重要視ですね。
でこれ特性的にね、上がっちゃったりすると、ね、逆にあの難品でしたいんですけどね、そうはいかないんですよ。上がっちまうとまた上がっちゃうっていうのが多いんですね。下が、あのそういうようなのはね、だからつなげて打つことで3、4本打っても逆割りでね、有効にならないんです。損するんです、確率的に。上がっちゃうと3だよ、これ負けたくなすんですね。下に売る。GPT-USB。
ず皮膚の汚れを落としてきれいに洗います。下よりもちょっと大きいお肉を入れます。
もうやめとってさ。はい、勝ちましたね。今のケーキ作ってましたね。夜中ですね、もう夜中のね、水曜日8月の8日朝3時35分です。徹夜です、浜岩先生。それで木曜日から水曜日で火水マイナスですね。火水マイナスで2000円ぐらいマイナスです。